遠い島原によくおいでくださいました。今日はまだ皆さん眠たいですか？朝早く起きて一生懸命島原まで来てくれました。この大会は勝ちますともっと次の上野大会というのがございますね。今日はいつも練習してる実力を発揮して楽しく一日過ごしてください。やはりオリンピックで金メダル松友選手が取ってから、うん、そして今の桃田選手の活躍などで、うん、長崎も去年も20名から30名増えたんですけど、うん、今年ももう450名以上超えそうなんですよね。すごいですね、はい、やっぱりオリンピックでの活躍みたいなのはやっぱりインパクトはあるんですかね。かなりありますね。 あるんですね、はい、すごい。バドミントンの楽しいところ、魅力、どんなところですか？相手を騙して決めれたところ。騙してね。勝った時の勝てたっていう達成感が楽しい、うん。なるほどね、はい。勝った時に一緒に喜べるところです。あ、一緒にね。スマッシュが気持ちよく打てたりする。プッシュとか。チャンスが決まった時が楽しいです。ヘアピンがネットに当たって入ったところが気持ちいい。気持ちいい。勝つことです。勝つこと、うん、あなたの得意技は何ですか？スマッシュです。スマッシュね。あなたの強さの秘密は何ですか？スマッシュを打ったり、自分からどんどん攻めるところです。バドミントンの面白いところ、魅力、どんなところですか？面白いところは、シャトルを打ち合って、シャトルが入ったり入らなかったりするところがワクワクして見どころです。なるほど。これからもずっとバドミントン続けますか？はい、うん。どんな選手になりたいですか？攻撃力がある選手になりたいです。なるほど。憧れの選手は誰ですか？桃田選手です。はい、頑張ってね。はい。
ずはバドミントン好きになってもらうことが、うん、私たちの役目かなと思ってます。バドミントン私ももう25年から30年近くやったんですけれども、うん、今でもまだ勉強しているというか奥が深い競技なので、うん、まあ、小学生のうちは本当にこう当たって嬉しいとか、うん、まあ、勝って嬉しいもあるんですけど、とにかくシャトルを たくさん打ってもらってバドミントンこれだけ楽しいんだなっていうのをまず経験していただきたいなと思ってます。はい、